ああ、はい、どうも。ちゃんとね、毎日やりますよ、そりゃ。ちゃんと毎日。やるって決めましたから。いやー、でもまあ、不慮の事故とか、そういうのはちょっと勘弁してください。あとね、本当に大事な時はできないです。本当に大事な用がある時は。で、昨日言いましたね。今日はこの宝の地図近いんで、まあ、さっさと探しに行きましょう。宝の地図といえばドラゴンボール、摩訶不思議アドベンチャー。 BGM 使えないんでセルフ BGM 言っとく？言っちゃう？ちょっと待って、登れない。ちょっと待って、摩訶不思議アドベンチャー忘れた。ドラゴンボール Z のへっちゃらの方がこう印象強くて、どんなんだっけな、本当にわからんから、掴もうぜ、ドラゴンボール。それやな。イントロわからなくなった。ああ、へっちゃらのイントロしか出てこない。で、なんだかんだ言ってる間に、結局、セルフ BGM をすることなく、だいたいこの辺の場所に着いてしまって。あるかな？ここだよな。この辺りを掘れば、出てくるんじゃないですか？シャベル持ってこればよかったな。掘るの分かってたんだから。バカだ。これ、何？砂岩の下にあるってことある？今まで砂しか掘ってこなかったんやけどな。こういう、なんすか、ブリードトレジャー、隠された財宝ですか？なんか埋められたというか。砂岩掘らないといけないことってある？この位置であって、すぐ手に入ると思ったけど、意外とダメだな。いや、ないよな。砂とかね、そういう砂利とかいうアイテムはね、ちょっと難しいんですけど。あ、早すぎた。こうか。あれ？修正されたん？あ、なんや、アイテム化するやん。砂壊した瞬間に下に松明とか置くと、こういう風にね、ボコボコ割れるんですよ。あ、じゃあ待って、全然横のチェストに気づかなかった。発見した。おお、ダイヤー。あれ、ちょっと、道より先にダイヤを見つけてしまった。なんかごめんね。首紐もあるし、チェストプレートもありますね。はい、見つかりました。ってことで、この宝の地図はね、埋めときましょう。登れない。で、今日やることも終わっちゃったんですよね。何しよう。あ、トライデントのドラントリア。帰ろう。何しよっかな。もう摩訶不思議アドベンチャー終わっちゃったしな。ダイヤ1個じゃあ。何？ダイヤ1個って何が作れんの？何も作れなくない？エンチャントテーブルぐらいしかなくない？他あったっけ？ダイヤ1個だけ必要な。あれ？こっちか。なんかあったかな？
そうだ、牛いないかな。牛を倒しましょう今日は。牛から取れる皮が欲しくて、まあ、ついでにこの辺をしばきながら、はい、親を失ったかわいそうな小鳥。あ、牛だ。お、皮めっちゃ手に入る。皮いないかな。皮はどこだ。皮を出せ。あかん、あかん。ちょっと日頃のあれがもうちょっと肩に来てる。肩と首が取れる。痛い。もうちょっと適度にねやった方がいいよ。パソコンとかそういうゲームとか一日何時間もやるもんじゃない。もう皮いねえじゃん。あ、いた皮。いや、顔ほら今また、動物増えるよね。え？ネザーゲートがある。あれ、これなんか大昔にゃんこが言ってたあれかな。ネザーゲートの残骸があるよみたいな。これのことかな。金ブロックあるやん。後で掘りに来よう。あー、中身ないね。これじゃあにゃんこが触ったやつだね。これね、これちょっと取りに行きましょう。あ、意外と近い。まあ、あ、川がいるじゃないですか。まあ馬はちょっと乗りたいんで、スピードをねチェック。あ、こいつ結構スピード速いんじゃない。これあの試し乗りした時にちょっと移動が速いなと感じたら、割と足の速い馬だったりするんですよね。懐かせといて。じゃあ本当はこいつ殺して川にしたかったけど、ちょっと馬殺すのかわいそうなんで。いや、まあそれだったら牛殺すのはいいのかってなるけど、まあ牛はいいです。これあの食用に生まれてきてますから、そういう定めなんで。皮落とさなくね。ああ、6もあれば十分か。羊はする。この羊もする。あ、一人だとこうのんきにね好きなことできるからいいですね。なんかあの他人のボケを拾わなくていい。いや、どちらかというと拾いたい側なんやけど、こう守備範囲がそんなにないので、広くないので、あの知らないネタでボケられると困っちゃう。もう困っちゃう、困っちゃう。じゃあマイチングマチコ先生になっちゃう。知ってる？マイチングマチコ先生。俺もあんま知らないけどさ。ああ、食料ここじゃね。なんかあの主人公のクソガキがあの先生困らせちゃうアニメで、あれ なんやろな、どこに何を狙って作られたアニメなのかちょっとまあ分からんけれども、まあ、一部のオタク様が喜んでたんじゃないですか。あ、で、なんで皮を取りに来たかっていうと、どこだ、木の棒は。これだな、木の棒足りねえな、これ。お、なになになに。あ、馬を手なずけようっていう実績を解除した。スマホだともうすでに解除してるんだけど、パソコンなんか全然。あ、何？また隠し財宝を掘り出そうっていうやつ。ちょっとなんか音だけ多分出てるんだよね。多分動画乗らないんですよ、この実績解除の画面が。なんか音だけ。あ、シャベルは作れるんだ。ごめんなさい、シャベルさん忘れてました。まあなんでなんで実績の音だけ流れてしまうという。あれ、ちょっと待って。額縁って川の方が大量にいった。あ、そう、川直しちゃった。
こだ、川、これか。よいしょ、できた。おお、時間になっちゃった。額縁作ったけど今日は寝ます。はい、時間守るタイプなんで。じゃあお疲れ様でした。お腹減ってないんで寝ます。じゃあまた明日も見てくださいね。お願いします。